多重とその犬。長塚隆。一、ふとしとは死んだ。彼は、北のオッツアン、と言われていた。それは彼の家が村の北端にあるからである。角口が割合に長くて両方から竹やぶが縁にかぶっている。竹やぶは乱伐のため目にだいぶ荒廃しているが、それでも庭からそこらを陰鬱にしている。オッツアンというのはおじさんでもなくまたおとっつあんでもない。そこには継承とあざけぶとの意味を含んでいる。いつが起こりということもなくもう久し以前からそうなってしつった。彼は60を越しても3、40代のもの、特に20代のものと飲み混じっていた。彼の年配のものは客で彼の相手ではない。彼は村には二人とナイフ男である。彼は幼少の時激烈なる放送にかかった。身体いっぱいの放送が吹き出した時その鼻孔まで即ってしまった。呼吸が逼迫してくんだ。彼の母はそれを見かねて剣母なしの実を拾ってきてその即った鼻の穴へ押し込んではわずかに呼吸の戸をつけてやった。それは霜がこの葉を蹴落とす冬のことであった。からた支配の実は竹やぶの中にあった。黄ばんだ葉が青い冴えた空から力なさ性に竹の小杖を頼ってわらはらと散る。竹はうるさげにさらさら身を揺する。落葉はやむなく竹の葉を滑ってこぼれていく。渋いからた支配の実は霜の降るたびに甘くなって、やがて四十からのような儚い足に踏まれても落ちるようになる。幼いものは竹やぶへ付け込んでは落ち葉に混じっている不格好な実を拾っては噛むのである。ふと四十も放送にかかるまでは毎日買い入れたからた支配の実を噛んでいた。その刑はすべての病がほとんどみな自然療法であった。からた支配の実で閉塞した鼻孔を拝ったということはその当時では思いつきの軽便な方法であった。果物のうちで不格好なものといったらおよそその骨のようなからた支配のごときものはあるまい。そのからた支配のために救われたということで最初から彼の普通でないことが示されていると言ってもいい。蘇生したけれど彼は満面に遠藤大のアバタを止めた。鼻はその字からひどく詰まって生成することはなくなった。彼はよく歌ったけれど鼻が詰まっているゆえか竹の筒でも吹くようにただ調子もない響きを立てるに過ぎない。生来眼見は彼は死ぬに3年前までは恐ろしく異性が良かった。死ぬまでも依然として体は丈夫であったけれどどことなく売れれ切って見えた。それは御前の御石がふっつりと村へ姿を見せなくなったからであった。彼がお石と馴染んだのは足掛けもう20年にもなる。秋の町というと一度必ず大悟を組んだ御瀬の村が村へ来る。その同勢のうちにお石は必ずいたのである。晩秋の収穫期になるとどこでも村の社の祭をする。土地ではそれを町と言っている。町は村落によって日が違った。御瀬はぐるぐると町を求めて村々を巡る。ふと四十の目には田のあぜから垣根から庭からそうして柿の木にまでかけられたその稲の収穫を見るより御瀬の姿がいくらきしいか知れないのである。御瀬といえば大抵盲目である。手引きといって一人ぐらいは目飽きも混じる。彼らは手引きを先に立てて村から村へ打法を越える。掲げた裾から赤い湯文字を垂れてみんなだか足田を履いている。旅は憂鬱なぎに白い、荷物がず抜けて大きい時は一口に御瀬の荷物のようだと言われているその金の大風呂敷を胸に結んでいる。
大きな荷物は彼らが必ず携帯する自分の布団と枕とである。下紺の袋へ入れた三味線が胴は荷物へ乗せられて竿が右の肩から車に突っ張っている。彼らは皆大きな爪折り傘をいただく。ごぜかぶりといって大事な初は白い手拭きで包んで、そうしてその上へ乗せた爪折り傘は高くその位置を保っている。覗いたように折れたその端が傘の内を深くして、それが耳の下で交差して顎で結んだ黒い毛術のくけ紐と相まって彼等の顔を長く見せる。憂鬱なぎに彼らは見えもせぬのに化粧を苦にしている。毛術のくけ紐はおしろいの上にくっきりと強い太い線を描いている。削った長い木の杖をハスについて危うげにその足だを運んでいく。上部は荷物と爪折り傘とのため目に図抜けて大きいにもかかわらず、足がすっとこけている。彼らのこの異様な姿がぞろぞろと続くとき、その中にお石がいれば多十が、それに想定ないことはない。しかしふと四十は四十になるまで恐ろしい堅固な百姓であった。彼は貧乏な家に生まれた。それで彼は骨が太くなると百姓奉公ばかりさせられた。彼はうまく使えば非常な道手であった。彼は一括者である。一旦怒らせたら打ってもついても言うことを聞くのではない。性癖は彼の父の遺伝である。だがかつて乱暴したということもなくて、どっちかというとひどく気の弱いところのあるのは彼の母の気質を受けたのであった。彼の兄も一括者である。彼ら二人は両親が亡くなって自分なども老境に入るまでしみじみと話をしたことがない。そうかと言ってたとはなかなか義理が固いので、何事かあるときっと兄の家へ駆けつける。しかし彼は何事についても少しの意見もなければ自ら差し出てどうということもない。気に入らぬことがあれば毒でブツブツと怒っている。そうした時はきっとは唇の右の方がビクビクとつって恐ろしい相棒になる。彼の度はマムシヘビの度と同一状態である。マムシヘビはこれを路傍に見出した時、土くれでも木片でも人がこれを投げつければ即時にくるくると巻いて決してそこを動かない。そうして扁平な頭をブルブルともたげるのみで大手人を噛むことはない。ふと四十もかつて人を挑着したことがなかった。彼はすぐ怒るだけにまたすぐに溶ける。ことにごぜのお石と馴染んでからはもうどんな時でもお石の話が出れば走行を崩して悲痛。大きな口がさらに広がっておはぐろをつけたような汚い歯がむき出して、さらに中症にかかった人のように頭を少し振りながら笑うのである。しかしごぜの噂をして彼にからかおうとする者は彼の年配の者にはない。したがって彼の交際する範囲は3、40代の奏者に限られているのである。以前奉公していた頃も稀には若い衆にかかといて夜遊びに出ることもあった。彼も他人のするように手拭きかぶってかかといていった。帰る時にはポサポサとして毒であった。若い衆はみんな自分の女を見つけると彼を捨ててそこらのやぶや林へこそこそと隠れて悲痛。ふと四十波どの女にも嫌われた。ちょうど水に惹かれる油のようであった。それでも彼は昼間は威勢よく馬を引いて出た。彼は紺の腹掛けに紺の長い筒ポ襦袢を着て三尺帯を前で結んでいた。襦袢の襟をわざと開いて腹掛けのドンを表していた。彼は六十越しても大抵はその時の馬方姿である。従来酒は嫌な上に女の情というものを味う機会がなかったので、彼は唯働くより他に道楽のない層夫であった。
その勤勉にホールコーンが彼を導いて今の家に送った。彼は養子に望まれたのである。その家は代々の稼ぎ手で家も屋敷も自分のもので田畑も自分で作るだけはあった。世間にすれば楽な心情であった。夫婦は置いて子がなかった。彼はそこへ行ってから間もなく嫁を取った。その家の財産は多重の縁談を容易に成就させたのであった。に、太し十が42の秋である。彼は遠い村の隕石へ、待ち焦がれ、と言って招かれていった。二日目の日が暮れてから帰ってきた。隣村の茶店まで来た時そこには大勢が立ちそくっているのを見た。林村も町であった。歌う声と三味線と画家のうちから聞こえてくる。彼はすぐに御勢が止まったのだと知った。大勢の後からつま先を立てて覗いてみると釣りランプの下でおしろいをつけた御勢が二人三味線の調子を揃えて歌っている。外の三四人が区切れ区切れに林を入れている。狭い店先には御勢の膝元近くまで分手がなじっている。土間にも立っている。そうして表の障子を外した息を越えて往来までいっぱいになっている。太し十もその陣立って覗いていた。ハスに刺すランプの光で歌っている次女の顔が冴えて見える。一段終わると家の内はガヤガヤと騒がしくなる。タバコの煙がランプをめぐって薄く広がる。御勢は貴婦げな手の運びようをして鉢を弦へ挟んで三味線を傍らへ置いてぐったりとする。耳にばかり出た夜彼らの癖としてうつむむき加減にして幼年とする。そうかと思うとランプを仰いでみる。死んだ網膜にも火の光がほっかりと感ずるらしい。一人の御勢が立ったと思うと一歩でぎっしりなじった分手に使える。御勢はどこまでも危なげに両方の手を先へ出して足の底で探るようにして人々の間を抜けようとする。いたずらな分手はわざと動かないで彼の前を塞ごうとする。あわな御勢は倒れ症にしてはおもむろに歩を運ぶ。体がヘナヘナとして見える。大勢はそこここから火星を出してから買おうとする。こういう儚い態度がひどく多重の心を引いた。大勢はまだしばらくガヤガヤとしていたが一人の手から白紙に包んだまとい頭がその頭のばあさんの手に移された。御勢は止めた系の社儀としてまず一段を歌う。そうして大勢の中の心ある者からまとい頭を得て一鎖歌うのである。三味線の胴が吹くた膝に戻った。大勢はもりとした。その一鎖が終わると御勢は弦を緩めで三味線を紺の袋へ収めた。そうして大きな荷物の側へ押しやった。大勢はまたガヤガヤと騒がしくなった。その時矢は吹けかかっていた。人はだんだんに去って狭い店先はひっそりとした。ふと人はそれでも去らなかった。店先へぽっさりと毒で立っていることはできない。横手の湯元の引き窓から彼は覗いた。ただ一つの火鉢へ耳人が手をかざしている。他の御勢はぽっさり懐で押している。みんな歌の火が出たせいか深い死に沈んだようにして首をかしげている。ふとしと罠を去ろうともしなかった。突然戸が開いた。ふとしとは驚いて身を引いた。その機会に流し元のドブへ片足を踏ん込みんだ。戸を開けたのは茶店の女房であった。ふとしとは女房を完備かけてたらいを借りようとした。商売柄だけに田舎者には相応に起点の利く女房は自分が水を汲んでしきりに謝罪しながら、偏偏の旅を脱がして家へ連れ込んだ。二
太し十が尾石に馴染んだのはしよるからであった。そうして2日帰らなかった。女の切な情というものをたとはもう女に知ったのである。目が見えて態度のハキハキした目合は少年の頃から決して多十の相手ではなかった。太し十もそれは知っている。知っているというより諦めていた。それよりなお女の釣れないということが彼には当然のことなのでそれを格別不足に思うということはなくなっていたのである。女房とすら彼はよそ目には打ち解けなかった。朝夕顔を見合わす間柄はそんなに追従言うことのできないのは当然である。だがその兄とさえねえまぬたとだから、どっちかといえばむっつりとした女房は実際こそっぱい間柄であった。いずれの村落へ行っても人は皆いたずら半分に御勢をもて遊ぼうとする。御勢もそれを知らないのではない。しかし彼らはその金賞な金銭のためにミサを受けがしつつある。御勢でも相当の年頃になれば人に褒められたいのが山々で見えぬ目に口紅もさせばお白いも塗る。お石はその時勢を超えて散々な目に遭ってきたのである。幾度か危ううちにお石も多十の情にほだされた。そうでなくとも稀に会えば誰でも陰銀な語を交換する。お石に会うたびにその情は武と十の腸に染み通るのであった。御勢は秋ごとに村へ来た。そうしてお石はきっとその仲間にいたのである。太し十は後には御勢の軍をぞろぞろと自分の家へ連れ込むようになった。女房はわがままな多十の毒性を恐れてただむっつりして黙っていた。しかしお石は義理を書かなかった。その大きな荷物の中からきっと女房への方が出された。女房も後にはその見えない女の前にそばの膳を運んでやるようになった。一つにはどこへも出たことのない女の身には生めかしい姿の御勢に三味線を弾かせて夜深までも歌わせることがせめてもの打つ晴れしであったからである。三、ある秋のことであった。お石は子犬を懐へ入れてきた。子犬は古新聞へ包んであった。子犬は新聞紙にくるまって寝ていた。懐から出すとブルブルと体を振るようにして危なげに立つ。悲しげな目で人を見た。目が涙で質を打ていた。スズメの毛をむしったように痩せて小さかった。お石はかわいそうだから救ってきたのだと言った。太し十は毒で笑いながら貝へ入れてみるとやはりくるりとなって寝た。鍋の破片へ飯をくれたが食わない。味噌汁をかけてやったらピシャピシャと舐めた。しばらくすると小さいながらを動かしてちょろちょろと駆け歩いた。お石が村を立ってから犬は多十の手に飼われた。太し等は従来農家の付属物たる馬と毛糸の他には動物は嫌いであった。猫も二三度飼ったけれど皆ひどくやつれてめい声も出せないようになって死んだ。猫がないのでネズミは多かった。竹やぶをかぶった多十の家はないもいっぱいすすだらけで昼間も暗いほどである。天井がないので真っ黒な太い張り木が縦横に渡されて見える。乾いた西風の激しい時はそのすすがハラハラと落ちる。ネズミのためには滑稽な住居である。それでも春から秋の間は蛇が張り木を渡るのでネズミが比較的少ない。蛇はじとするとすすけた屋根裏に白い体を表してネズミを狙っていることがある。そうした後にはソは4日かひっそりする。収穫期の週が来て蛇が閉塞して悲痛とネズミは蕎麦やもみの俵を食い破る。それでも猫は飼わなかった。太し十が犬だけは自分で世話をした。
壊れた箱へわらしびを入れてそれをいろりの側へ置いてやった。子犬はそれにくるまって寝た。霜の白い朝彼は起きてきっと犬の箱を覗く。犬は小さいながら成長した。春らしい日の光が稀にはほっかり刺すようになって麦がみずみずしい青さを催してきた頃犬は見違えるほど大きくなった。毛が赤いので赤と呼んだ。多汁が出るときは赤はきっとついて出る。ついていくのではなくて二丁も見待ちも先へ駆けていく。キロがあると赤はケロリと立って多汁の追いつくのを待っている。ふと四十が左へこうけばその時一三に左へかけていく。ふと四十はさえ行く時にはタイと右の方へ足を運ぶ。赤がバラバラとかけていくのを見て左の方へ歩いていくと赤はしばらく経って呼吸せわしく多十を求めてかけてくる。こういういたずらを二度も見たびも繰り返している多十の姿を時として見ることがある。赤はせんべいが好きであった。赤にせんべいを食わせている多汁の姿がよく村の駄菓子店に見えた。やけの通らぬ硬いせんべいは県には一度に二枚をかじることはできない。顎がくたびれて悲痛のである。ただ星章にして年下も鼻をひくひくと動かす犬を見て多汁は毒で笑うのである。赤は恐ろしい人懐っこい犬である。後足で立って前足を胸にかがめていつまででも立つことができた。そうして何か欲しいと言っては長い舌を出してペロリペロリと自分の鼻を舐めた。ふと四十が庭へ降りるとただ喜んで飛びついた。うっかり抱いてたとはよくその舌で舐められた。赤は多汁をなくしてひつってポサポサと一人で帰ることがある。春といっても横に広がったナズナが、枝を束ねた桑畑のうね間にすっと伸び出してわずかに白い花が見え出してまだバクが首をもたげない頃はその短い麦の間に小さな体にしては恐ろしげな毛を頭に立てたヒバリがちょろちょろと駆け歩いている。赤はヒバリを見つけるとすぐその後に土煙を蹴立てて駆けていく。ヒバリは低く飛んで遥かに先へ行って畑の境の茶の木の株に隠れたりまた飛んだりして飛んげて歩く。赤が吠える声はたちまちに遠くなって悲痛。ホウジロが桑の枝から枝を渡って横たげに飛ぶのを見ると赤はまた立ち上がって吠える。桑畑から宝堀の騎士をほうじろが甲の騎士へ飛んで亡くなるまでは吠える。そうして赤は主人を見失うのである。そういう時には尻尾を足の間へ曲げ込んで首を垂れて極めて小刻みに帰っていく。赤は幽底へスズメが降りてもかけていく。庭の霧の木から落ちたささきりがその長い髭をおもむろに動かしてるのを見て、赤は毒で勇み出して庭の内庭を変えて駆け歩いた。そうしては足でちょっとささきりを引っ返してその髭の動くのを見てまたバラバラと駆け歩いたことがある。婿の綾作りと旗へ出ることもあった。秋そばの旗には湯いっぱいに花が白かった。赤は地ネズミの通った穴を探し当てたものかそばの中を駆け歩いた。赤の体が触れてそばの花が先へ先へと動いた。しばらく経つと赤はすっと後足でそばの花の中から立つ。そうして綾作りを見つけていきなりバラバラとかけてくる。花先は土で汚れている。赤は恐ろしい威勢のいい犬であった。そうして十分に成長した。矢はよく足音を聞きつけて吠えた。昼間でも彼の目にはうろんなものはきっと吠えられた。次の秋の町が来た。ふと四十は例のごとく御瀬の同勢を連れ込んだ。赤は異様な一群を見てたちまちに吠え迫った。御瀬は滑稽なほど慌てた。ふ
としとは何ということはなく笑った。そうして赤を叱った。赤は甘えてた十に飛びついた。さらにまたゴゼの一人にも飛びついた。ゴゼはキャッと驚いた。おいしは自分の犬がこんなに威勢よく大きくなったのを知って喜んだ。おいしは赤を抱こうとしてその手を長い舌でペロペロと舐められた。威勢のいい赤はそのから幾年間を多十の手に愛育された。ふとし十とおいしとの情交は映らなかった。おいしは顔に小さいシワが見えてきてもう縁からおしろいは塗られなかった。盲目の衰えやすい盛りの時期は過ぎ去っているのである。そのでもふとし十の情は依然として深かった。4、彼がおいしを知ってから19年目、ふとし十が60の秋である。彼はおいしを待ちじれていた。その秋の町にもゴゼは隊を組んでいくらも来た。その頃になってからはゴゼの風俗もよほど変わってきていた。いくらか綺麗な若い者は三味線よりも月金を持って流行り歌を歌って歩いた。そうして目明らが多くなった。おいしは来なかった。それっきり来なくなったのである。ふとしとは落胆した。迷惑したのは家族のものであった。ふとし十は毒でブツブツ言って通り散した。村の者の目にも昇然たる彼の姿は映った。いたずらよしみの者はふとし十の意を迎えるようにして共に貧んだ様子を見てやった。ふとしとは泣き性になる。それでもおいしの噂をされることがせめてもの医者である。みんなにからかわれるたびに切ない情がこみ上げてきてそうしてまた胸がせいせいとした。その秋からげっそりと寂しい町が彼の心に反復された。威勢のいい赤は依然として多十にじゃれついていた。ふとしとは数年来スイカを作ることを継続しきたった。彼は町の小遣いを稼ぎ出す工夫であった。それでもそれは単に彼一人の単性ではなくて婿の綾作りがよくブツブツ言われながら使われた。おいしが来なくなってから彼は一板打線を得ることばかり不信した。その念は雨が順よく降った。彼はいつでも冬季の間に肥料をこしらえてからしておくことを怠らなかった。スイカの粒が大きくなるというので彼は秋のうちに溝の底になびいている赤勝負を泥と一つにかき上げて乾燥して敷く。麦の間を一畝ずつ開けておいてそこへスイカの種を下ろす。畑の巡りには食器火をぎっしり巻いた。麦が刈られてからは日は暑くなる。スイカの若葉は赤ハエが来て舐めてしまうのでたとは畑へ突き切りにしてそれを防いだ。敏捷な赤ハエは気配を伺って飛び去るので容易に取ることができない。ふとしとは朝まだ草場の梅雨のあるうちに灰をかけておいたりして培養に胃を注いだ。やがて畑いっぱいに麦わらが敷かれた。鶴はその上を振った。カズラの末端は斜に空を向いて心よげである。線香な模様のような葉のところどころに黄色な花が小さく開く。単翼色の小さな玉がいくつか麦わらの上に軽く置かれた。ふとし十は畑の隅に柱を立てて番小屋を作った。屋根はぐりみきで吹いて周囲にはむしろ映った。いつしか高くなった職所はその広く長い葉が絶えずざわついて稀には秋らしい風をもたらした。腹の底まで涼しくするスイカが多十の畑に転がった。ふとしとは周囲の食器火に竹を縛り付けて垣根を作った。火はまだ非常に熱かった。恐る恐る首をもたげた食器火の穂がすぐに火に焼けた飛び色に返事出した。ふとしとは番小屋の汚い蚊帳へ裸で潜った。
西の空に見えた夕月がだんだん大きくなって東の空から食器火の垣根に出るようになって畑のスイカもぐっとつるを突き上げてどっしりと黄色な尻を据えた。スイカは指で引けばダミ声を発するようになった。彼はそれを遠い市場に切り出した。昼間は婿の綾作りに晩をさせて自分は天秤を担いで出た。後には馬を引いて出た。綾作りはもう40になった。ふとしとは決して悪人ではないけれどいつも綾作りを頭ごなしにしている。昼間のような月が照ってやがて旧暦の盆が来た。たとはいつも番小屋に寝た。赤もきっと番小屋の陰に足を投げ出していた。ある日たとは赤がけたたましく吠えたのを聞いて午睡から覚めた。犬はその後は吠えなかった。ふとしとはいつでも犬について注意を怠らない。彼はすぐに番小屋を出た。食器火の垣根の側に手ぬぐいを放火ぶりにした陽子の悪い男がのっそりと立っている。それは犬殺しで怯えさした棍棒を今抜こうとする瞬間であった。人懐こい犬は投げられたせんべいに大振りながら犬殺しの足元に近づいていたのである。犬殺しは多重の姿を見て一足すさった。何すんだ、だとは思わず怒鳴った。殺すのよ。犬殺しはふと威嚇して低い声で応じた。殺せんなら殺してみろ。ふと四十杯いきなり犬を引っつるように左手で抱えた。見やがれ殺しはグリあるもんか。犬殺しは毒ついていってしまった。ふと四十の怒った顔はその時恐ろしかった。赤は抱かれて後足をだらりと垂れて首をすっと低くしていた。荒縄でくくった朝の空袋を肩から引っ掛けた犬殺しの後ろ姿が見えなくなってからたとは番小屋へ戻った。赤は多重の手を離れるとすぐにさっきのところへ駆けていって捨てられたせんべいを覆った。ふとしとはすぐに噛んだ。赤は長い舌で鼻を舐めながら駆けてきて前足を多重の体へかけてよじ登るようにしていつものように甘えた。夜になって綾作りが番小屋へ来た。それは犬殺しがどこかで赤犬の肉を注文されて狙いをつけたのだからきっと殺してやるとそこらで放言していったということを知らせるため目であった。綾作りは心底から大事と思って知らせたのであったがしかし死は知らなかった方が客て多重にも犬にも幸いであったのである。実際その頃は剣殺しの徘徊すべき時節ではなかった。暑い時には大切な毛皮が役に立たぬばかりでなく肉の保存もできないからである。ふとしとはそれを知っている。そうして肉の注文を受けたことが事実であるとすれば赤は到底助かれないと信じた。赤犬の肉はカビ毒の患者に著しい貢献があると一般に信じられているのである。たとはひどくその胸を焦がした。5. 次の日に婚姻な一人が多重の畑を訪れた。彼はよく来た。そうして話が今日に乗じてくると気不器用に割ったスイカが彼らの間に置かれるのである。白い部分まで葉の跡のついたスイカの皮が番小屋の外へ投げられた。ふとしとは指で弾いてみて死は甘いと自慢を言いながらも居できることもあった。暑い日に照られて半分は暑いスイカでもすぐに割られるのであった。ふと四十のうついでいる陽子は相手にもわかった。おっつあんどうかしやしめい。相手は聞いた。たとは生じ黙っていたが、いっそのこと殺しっちまーべと思ってよ。ぶっきらぼうに言った。何よ、と相手は言った。しかしそれがあまり突然なので大衆はいつものようにからかってみたくなった。まさか
俺がこっちゃあるめいな、とすぐに付け足した。どうせ犬殺しの手にかけるなら自分でやっちまった方がいいと思って、ふとしとは口をしがめた。それじゃ、おっつあなか、どうしたんで今、ふとし十は犬殺しの話をした。相手の心理にふとそれを殺してやろうという念慮が湧いた。その肉を食おうと思ったのである。赤犬の肉は神意と言われている。それも他人の犬であったらそういう念慮も起こらなかったであろうが、終身非常な苦悩を有していればいるほどふとし十の態度がおかしいので罪のない悪い猟犬がどうかすると人々の心に刻すのであった。殺しちまあ。ふとし十が言ったその姓は震えていた。犬の身に起こった不幸な出来事は薄弱な多十の心をかき乱してしつった。彼は殺すと口には断言した。しかし彼の意識しない愛惜と不安とが相手に収束するようにその声を震わせた。殺すなと言えばすぐ心が落ち着いてただその犬が不便になったのである。しかし相手は多十の心には無頓着である。おっつあん殺すのか。こういう不謹慎な言いようは余計に多十を惑わした。そうよな。とふとし十は首をかしげた。どうせダメだから殺しっちまーべ、威勢よく言った。そうかと思うとしばらく沈黙にふけっている。殺した方はよかんべな、投げ出したように低い声で言った。そこには相手にすがって止めてくれという意味もあった。だが殺すなという声は多十の耳に響かなかった。それじゃ思い切ってやっちまうんだな。どうせ見込まれちゃダメだからな。おっつあんそうするんだな。ふとしとは返事をしなかった。しかし彼の薄弱な心は大きな意志で押さえつけられたようにかつ釘付きにされたように、彼の心の底にはそれがまた嫌であったけれどそうしっかと極められてしつった。彼の心は激しく動揺してかつ困憊した。それじゃ三時でも連れてくべー。大衆は去った。ふとしとは一偶を外した蚊帳へ潜った。蚊帳の外には足が投げ出してあった。ハエが足へたかっても動かなかった。犬は影の湿った土に腹を冷やして長くなっていた。二人は来た。三つ木は左の手を赤の勘が当ててそっと上げた。後足は土についている。赤はすっと首を低くしていつもの甘えた様子をした。犬には荒縄がハスにかけられた。犬は驚いてヒーヒーと悲壮な声を立てた。三次が手を離した時犬は四つ足をかがめて血を吸うように首を垂れて身をしかめた。そうして盗むように白い目で三次を見た。犬がヒーヒー泣いた時ふとし十はむっくり起きた。彼の神経は過敏になっていた。おっつあん、と宣告の相手が甘びかけた。ふとしとはまたごろりとなった。おっつあん縛ったぞ、三好の声で怒鳴った。いいからこれ引っこ抜くべ、という低い声が続いて聞こえた。おっつあんこの単木引っこ抜くかんな、その声が多十の耳に強く響いた。しかし彼は黙っていた。二人は食器火の垣根に打ち込んであった棒を抜いた。三つ木は握っていた荒縄をぐっと引くと犬はさらに第一へしがみついたように身をしかめた。三次が棒をかざした時杖は切れそうにピンと突った。その瞬間棒はポクリと犬の頭部を殴った。犬は首を投げた。口からは泡を吹いて後足がブルブルと震えた。そうして一声も鳴かなかった。おっつあん、うまくいっちゃった。と宣告の相手は調子であるむしろから首を突っ込んだ。蚊帳の宙は動かない。
彼は太し十の蚊帳をまくった。太し党は呆然と目をしかめている。おっつあん、あやどうしたもんだべな。埋めてやってくろえ。太し綱氏はやっとそれだけ言った。それもそうだがな、片身に皮だけは取っておいたらどうしたもんだ。どうでもしてくろえ。蚊帳の宙は依然として動かなかった。二人は用意してきた出歯で毛皮を剥き始めた。出歯が喉から腹の中央を過ぎて走った。ぐったりとなった哀れな赤犬は熟睡した小児が母の手に衣物を脱がされるように四つの足からそうして背部へと皮が剥かれた。地名の打撲傷を受けた首のあたりはもう黒く血が凝っていた。裸にされた犬は白い歯を食いしばって目がギロギロとしていた。毛皮は尾からぐるぐると巻いて荒縄でくくられた。そうして番小屋の日南に置かれた。ふとしとは起きた。毛皮は耳がツンと立ってちょうど小さな犬がうずくまっているように見える。ふとしとはそれがひどく不憫に見えた。彼は修繕として毛皮を手に下げてみた。おっつあんかわいそうになったか、と二人は言った。それじゃあとはオラが始末すっからな。棒をそこへ投げ捨てて二人は去った。血は麦わらの上に垂れていた。三好の手には荒縄でくくった犬の死骸があった。太し十ハートでポサポサとしていた。彼は毛皮を開いて見ていた。彼は思いついたように自分の家に走って木の板となたと思ってきた。食器火の垣根にくくった竹の炭を切って釘を作ってそうして毛皮をその板へ貼り付けた。悲しい一日が多十の番小屋にくれた。その夜彼は眠れなかった。もう念がやまずわいて彼を悩ました。うとうとしていると赤が吠えながら駆け出したように思われてはっと目が覚めたり、鍋の破片へ負けてやった味噌汁をピシャピシャと舐めている音が聞こえるように思われたり、自分の寝ている床の下に赤が眠っているように思われたりしてならなかった。彼はさらに次の日の夕方せいらいかつてない憤怒と悲痛と悔恨の情を明かした。それは赤が死んだ日に例の犬殺しが隣の村で赤犬を殺してその飼い主と村民のためにおびただしく苛まれて再び七に足踏みせぬという制約のもとに放たれたということを聞いたからである。彼はその夜も眠らなかった。一括である他に欠点はない彼は正直で勤勉でそうして平穏な生涯を継続してきた。ことに御世を知ってからというもの彼は彼の感ずる程度において陥落に酔うていた。20年の陥落から急転し彼は久々にその哀愁を味わねばならなくなった。一大惨劇は小広いで起こった。6、夜ごと2月のでは遅くなった。ふとしとは精神の疲労からその夜うとうととなった。いたずらな村の若い衆が4、5人その頃の闇を幸いに多十のスイカを盗もうと図った。ふとし十のスイカはこれまで一つも盗まれなかったのである。彼らの手はずはこうであった。2、3人は昼間見ておいたスイカを引っ抱えてすぐ逃げる。他の者はわざと多十を起こして蚊帳の釣り手を切って後から逃げるというのであった。ふとし十はその夜間でも容易に返事がなかった。それゆえそういういたずらさえしなかったならば翌日ただぶと十の怒った顔を発見するに過ぎなかったのである。盗んだスイカは遥かに隔たった路傍の草の中で割られた。彼らは室へ打ちつけて割った。そうして指の先で食っては食った。水分が後に残ってカスばかりになっても彼らは頓着せぬ。
彼らにはスイカの味よりもむしろうまく盗んだことが愉快に思われるのである。こうして汚れたスイカの無残な形骸がところどころの草の中に発見されるのである。スイカがなくなって雑談にふけり始めたとき、あれ?と一人が失笑したように言った。どうした?なんだ?罪を犯した彼らは等しく耳をそば立てた。その数とはしきりに帯のあたりを探っている。なんだ?どうした?他の者はまた等しく折り返して聞いた。銭入どうか知っちゃった。その声は痛く慌てていた。あれ落っことしちゃ大変だ。どこへなくしたっけかな。なお幾度かそこらを闇に透かしても見た。しかしそこらにそれが落ちている理由がなかった。彼らはその夜そのまま別れて失えばまだまだ字は引き起こされなかったのである。彼は家に帰れば直ちにそれを発見したのである。彼は忘れて出たのである。その夜彼らが会合したのは全くいたずらのためであった。いたずらはさらに彼らの仲間にも行われざるを得なかった。そりゃ旗へ落としてきたぞ。他の一人が言った。どこらだんべ。落としたと思った一人は熱心に聞いた。西から二番目のうねだ。おめえが大きいのを抱えた時ちゃらんと音がしたっけがその時は気がつかなかったがあれにそういねえぞ。こっそり行って探してみろ。ふと四十が福田民についたと思う頃その数とは二番目のうねを志して食器火の垣根をそっと破っては言った。他の者は垣根の外でひそひそと笑いながら見ていた。かやにくるまった時ふとしとうは激怒した。かやの釣り手を作ってまた横になったが彼は眠れない。自分にも聞かれるほど波打った動機が五分十分と経つうちにだんだん低くなって彼はようやく忌々しさを意識した。そうして彼はスイカは赤がいないから盗まれたと考えた。赤が生きていたらきっと吠えたにそういないと思った。そうして彼は赤を殺してしつったことが心外で胸がひとしきりいっぱいに込み上げてきた。彼は強いて目をつむった。異性が良くて人懐っこかった赤の動作がそれからそれと目に映って仕方がない。赤がいつものようにピシャピシャと飯へかけて、やった味噌汁を舐める音が耳には入ったり、床の下でクンクンと鼻を鳴らしているように思われたり、それにムカムカと迫ってくる暑さに責められたりして彼はひたすら嗡嚢した。遠くの方で犬の吠えるのが聞こえる。それがひどく彼の耳を刺激する。そうかと思うと食器火の垣根の陰にこん棒へ手をかけて立っている犬札がまざまざと目に見える。彼は性の悪い犬殺しが釣りしたむしろの間から覗くように思われて戦慄した。彼は目を開いた。柱にかけたともし火がうすらに光っている。彼は封を糸うともし火を赤木の霧の大きな葉で包んだ。カンテラの光が通して霧のようはすごいほど青く見えている。その青い中にぽっちりと見えるカンテラの炎がかすかに動きながら蚊帳を覗いている。ともし火を慕うて霧の葉に止まった靴は虫が髭を動かしながらガジャガジャが飛ぶと十の心を生み出した。ふとし十はタバコを吸おうと思って蚊帳の中に起きた。食器火が少しガサガサとなるように聞こえた。ふとし十は蚊帳を通してみた。その時月はすべてが熟睡した頃とこっそり姿を現しかけていた。畑がほのかに明るくなりかけた。ふとしとうは動くものを認めた。彼の胴は彼の全身を縁打った。彼は後の方からそっと蚊帳を出た。なお前方を注視しつつ草履を履くだけの余裕がその時彼の心に存在した。
彼はむしろ押して外へ出た。棍棒が彼の足に触れた。彼はすぐにそれを手にした。そうしていきなりぬすっとに迫った。その時はすでに刀ではなかったその不幸な青年は急遽その食器火の垣根を破って出た。体は隣の桑畑へ倒れた。太し十は一歩境を越して打ち据えた。その第一撃が右の腕をハスに殴った。第二撃がその後頭を殴った。それがそこに何もし得るものがなかったならば怪我人は即死したはずである。棍棒は半もした桑の枝を伝えてその根株に止まった。さらに第三の右撃が加えられた。そうして赤犬を撲殺したその棍棒は折れた。いたずらの犠牲になった怪我人は絶足したまま仲間のため目にその刑運ばれた。太し十はその夜も眠らなかった。彼は疲労した。七、怪我人は蘇生した。続いて脳震盪を起こした。その家族は多十を告訴すると息巻いた。その間には陣が立った。太し十の隕石も十って見たが怪我人の倒れた側に多十の強く踏んだ足跡とその草履とがあったので到底逃げるところを撃ったという事実の分まばらは立たぬというのを聞いて皆うれれてひつった。そのない怪我人の危険状態は経過した。しかし前置までには長い時間を要すると医師は診断した。告訴を受ければたとは監獄所の門をくぐらねばならぬと思っている。彼はどれほど警察署や監獄所に恐怖の念を抱いたろう。彼はそれからげっそりやつれてただとぼとぼとした。事件は内災にするには彼の負担としては過大な治療金を払わねばならぬ。隕石のものとも測って家を縁にかぶせたその竹や欅を切ることにした。彼は監獄所へ引かれるのは身を切られるよりも辛かった。竹でも欅でも何でも惜しくないと彼は思った。だがその刑はまだ竹や木を伐採するには季節が早すぎたのと一つは彼の足元をつけ込む商人の値段は見なやすかった。憂鬱なぎに彼も躊躇した。恐怖心が揺起こした時には彼には惜しい何物もなかった。それでいて彼は蚊帳の釣り手を切って愚弄されたことやなんということはなしにただ心外でたまらなくなる。商人は多十に勧めた。太し刀はそれがあまりに安いと思うとぐっと胸がこみ上げて。構わねえ、おら切らねえ、と怒鳴った。俺が死んじまったらどうもできめえ、とさらに彼は自暴自棄にこう言うようになった。ただ一人でも中心医者するものがあれば彼は救われた。習慣はすべての心を麻痺した。人は彼にからかうことを止めなかった。そうして彼の恐怖心を助長し活は苦乱した。彼は全く孤立した。その日は朝から焦げるように暑かった。太し刀は草刈り釜を研ぎ澄ましてまだいくらもなっているスイカのつるをみんなかっきってひつった。そうして婿の綾作りに麦わらからつるから深くくつり込んでうなわせた。綾作りはじりじり火に照りつけられながら、自節でもない畑をうなった。太し十にはスイカ畑が見ることさえ耐えられなかった。彼は物狂おしくなった。彼は釜をぶつりと番小屋の屋根へ打ち込んだ。薄い屋根を通して釜の刃先は牙のごとく光った。彼は蚊帳へ潜ってごろりと横になって絶望的にうなった。綾作りは止めずくわを振っている。その熱い頂点を過ぎて火がややしゃになりかけた頃。俗に見ハイネと称する西北の空から怪獣の頭のごとき黒雲がムラムラと村の林の極から突き上げてきた。
三は稲というのはその方向から雷鳴を聞くと稲造を測る間に夕立になると言われているのである。雲は太くかつ広く空を円打て一直線に進んでくる閃光を放ちながら雷鳴が隠々として遠く聞こえ始めた。東南の空際にも柱のごとき雲が相応じて立った。あやづくりはこの気象の激変に伴う現象を恐れた。彼は番小屋へ駆け込んでたと浮かんだ。ふとしとは死んだようになっている。北の方は秀で計幕だ。おっつあんとんげたらよかねえか。うるせえな。ふとし十はわずかにこう言った。彼は精神の疲労からとても動く気になれなかった。雲は地上に近く円いかぶさってあたりが白母のごとく闇くなった。方白はねぐらを求めて慌ててさまよった。霊気を含んだ疾風がゴーと食器火の葉を揺すってきた。遠く夕立の響きが聞こえてきた。あやづくりはたまらなくなった。彼は桑を担いで飛び出した。それと同時に屋根打ち込んだ釜の切っ先が綾作りの額に触れた。はっと押さえた自分作りの手の塀は赤くなった。犬の血に広いでさらに綾作りの血が番小屋に注ぐがれた。雨の大きな粒がまばらに食器火の葉を打ってきた。霧のごとく白羽の足が軟弱な稲をけ返しけ返し迫ってきた。田んぼを渡って綾作りはひた走りに走った。夕立がどっときた。大褐色の濁水がコンコンとして押し流された。さらに強くさらに激しく打ちつける雨がその氾濫せる水の上に無数の口を開かしめる。忙しく泡を飛ばしてその無数の口がささやく。そうしてさらに無数のささやが騒然として空間に満ちる。電光が針金のごとき白熱の一曲線を空際にひらめかすとともに雷鳴は一大破壊の音響をもたらして全ての生物を震撼する。急流のごとき蒼天は一大張り木である。熾烈な日光がこれを熱してさらに熱するとき、冷却せる雨水の注射によって、一大破裂をきたしたかと思う雷鳴は、パリパリと乾燥した音響を無辺際に伝えて、やがてその張り木の大破片が落下したかと思われる音響が、ずしんと大地を揺るがしてさらにドロドロと遠く消散する。雨は飛散する針の粉末のごとく空間にみなぎって電光に輝く。熾烈な日光がさらにその大張り木の破れ目にきらめくかと思う白熱の電光が山ずひらめいて、雷は鳴りになって雨は降りに降った。そうしてからりと晴れた時、日はまだ西の山の上に休んで閉塞しコンパイセル地上のすべてを笑っていた。あやづくりが畑に来た時いつも遠くから見えた番小屋の屋根はなかった。小屋は焼けていた。四本の柱は焦げたまま地に立っていた。その他は灰になって湿っていた。家族の者が駆けつけて夕日の光に灰をかき分けたとき、鉱石になったままただれた多樹の姿を発見した。憂鬱なぎに雷鳴を恐れたと見えて領主は耳を縁打ていた。屋根の裏に白い牙を向いた釜があるは電気を誘うたのであったろうか。小屋は雷火に焼けたのである。小屋に火のついた時はもうたとは何らの苦痛もなく死んでいたはずである。たった一人の裸に巨体地活者のたとはこうしてわずかの間に彼の精神力は消耗した。さらに大自然の威力は気象の激変を買って病たる彼の恐怖心に強烈な圧迫を加えた。同時にその単純な障害から葬り去った。犬の毛皮を張った板はうつむ向けに倒れていた。
そうしていたの裏がわずかに焦げていた。1910年2月、ホトトギス。